このチャンネルは惑星科学の専門家によって運営されています。皆さん、こんにちは。学校で教えてくれない今時の惑星科学の話をします。太陽系最大の惑星、木星、地球の318倍の質量を持つ、この巨大ガス惑星の内部は、圧力が400万気圧以上にも達し、宇宙で最も軽いガスである、水素ですら金属になってしまうほどの超高圧の世界が広がっていると考えられています。木星内部の超高圧状態を実際に地球上で再現できるのでしょうか。本日は2020年1月29日にネイチャーに掲載された最新の実験論文をもとに紹介したいと思います。そもそも木星内部にあると推定される金属水素の存在が初めて理論的に予測されたのは1935年のことです。金属状態の水素は室温で超伝導性を示すと予想されており、非常に注目されている物質です。宇宙で最も軽い元素である水素は常温では気体ですが、圧力をかけていくと他の元素と同様に気体から液体、さらには固体となります。それでは実験室でどのように超高圧状態を作り出せばよいでしょうか。木星の内部に匹敵するような超高圧環境を実現するにはきっとものすごく複雑で巨大な装置が必要だろうと考えたそこのあなた、実際に実験室で超高圧状態を作るのに使われているのはこの写真のようなダイヤモンドアンビルセルと呼ばれる装置です。こんなに小さい装置の人間の力で圧力をかけてるのと思われたかもしれません。実はここに高圧物理の不思議な世界の本質が詰まっているのです。そもそも圧力とは何か今一度考えてみましょう。圧力とはある面にかかる力をその面の面積で割った物理量です。圧力を高くするには面にかける力を強くすればいいのですが、機械的にかけられる力にはどうしても限界があります。しかし実はもう一つの方法があります。圧力の大きさは力を受ける面の面積に反比例することに着目しましょう。つまり力を受ける面の面積を極限まで小さくすることで圧力を極めて高くすることが可能なのです。先ほど紹介したダイヤモンドアンビルセルはまさにこの単純な原理を応用しています。先端を限界まで尖らせたダイヤモンドの結晶を上下に置きます。その間に試料を挟んで上下から力をかけます。こうすることで惑星内部のような超高圧状態でも地球上で再現することが可能となるのです。ダイヤモンドを使う理由は2つあります。1つ目はダイヤモンドは最も硬い物質であるから、2つ目はダイヤモンドは透明で光を通すからです。そのためダイヤモンドの上下から光や赤外線、X 線など各種の電磁波を照射することで圧縮された試料を取り出すことなくそのままの状態で観測することが可能なのです。また装置が小型であることから高温層などに入れることで温度を変えた測定も比較的簡単に行うことができます。ここ30年ほどの間ダイヤモンドアンビルセルを使って実験室で金属水素を生成したとする報告が何件か報告されました。しかしいずれもデータの精度や解釈に疑問が持たれており信用に足りる報告はありませんでした。従来のダイヤモンドアンビルセルは2段型となっていて、1段目である程度の圧力にした後に2段目についている小さなダイヤモンド結晶でさらに圧力をかけます。2段目のダイヤモンド結晶は直径20マイクロメートル程度で人間の髪の毛の太さの数分の1しかありません。そのため2段目同士を挟むときにダイヤモンド同士が斜めに接触して滑ってしまうという問題がありました。また水素のような揮発性の高い元素を圧縮すると壁をすり抜けて水素が漏れてしまいうまく圧縮できないという問題がありました。そのためある研究チームで金属水素を生成したとの報告を受けて他の研究チームが同じような実験をしてもうまく再現できず実験結果の再現性に困難があったのです。今回報告された論文ではフランス原子力庁の研究者たちが中心がドーナツ型のダイヤモンドアンビルセルを開発して金属水素の生成に挑戦しました。これによって400万気圧を超えるような超高圧状態を精度よく安定的に実現することに成功しました。さらにドーナツの中に水素をうまく閉じ込めることで水素を逃がすことなく効率よく圧縮することも可能となりました。それでは実験室で再現された木星内部の水素の様子を見ていきましょう。こちらは圧力300ギガパスカル、水素が装填位を起こす前の状態です。青い矢印で示されているところが水素の試料です。この状態ではまだ水素は透明です。ここからさらに圧力をかけて315ギガパスカルになると水素が可視光を透過しなくなりました。さらに圧力をかけて400ギガパスカルを超えてくると赤外線すら透過しなくなったことが観察されました。この結果がまさに水素が装填位を起こして金属状態に遷移したことを示しています。木星内部の超高圧状態が実験室内でほぼ再現されたのです。さらに重要なことは今回の論文ではこの状態から圧
力を下げていくと、水素が再び透明になって元の状態に遷移したことも確認されました。そのため実験結果の再現性も確保されているという点で画期的です。ただしこの状態の水素が確実に金属であることを証明するためには試料の電気伝導度を測る必要があります。そもそも金属の定義の一つに電気を通すというのがあります。圧縮された状態の水素が電気を通すか計測することができれば、この水素が本当に金属になったかどうかを証明することができます。しかし超高圧状態の物質の電気伝導度の測定は未だに非常に困難であり、まだしばらく時間がかかるでしょう。そのため今回の論文では金属水素の生成に成功したとは書いておらず、金属水素に相転移した状態の非常に有力な証拠を発見したというやや控えめな表現となっています。しかしこれだけでも非常に大きなステップです。金属水素を確実に作ることができればノーベル物理学賞に匹敵する業績になると言われています。金属水素を作ることができれば木星の内部状態を実験室内で再現することができるようになるだけでなく、夢の常温超伝導物質の実現につながり、ロケット燃料などへの将来的な応用が期待されています。本日のまとめです。木星内部を地球上で再現できるのかという疑問に対して1月29日に発表された論文でほぼ実現されたとなりました。新たに開発されたトロイダル型のダイヤモンドアンビルセルによって室内でも400万気圧を超える超高圧状態を再現できたのです。ただし生成された水素が本当に金属状態であることを証明するためには電気伝導度を計測する必要があり、それにはまだしばらく時間がかかるでしょう。超高圧状態を作ることよりも超高圧であるということをきちんと証明することの方が難しいのです。実は今回の動画では紹介しなかった要素が一つあります。今回の実験では木星内部の温度までは考慮していません。今回の実験は80°C-193°C という低温で行われています。しかし木星内部の金属水素の領域は温度が 7000°C 以上に達するような高温環境だと推定されています。しかし実験室で再現するのはまだまだ先の話かもしれません。それではご視聴ありがとうございました。面白かったよという方はぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんのご支援が次回の動画を作成する時の大きな励みとなります。よろしくお願いします。